ホテル日光成田は、千葉県成田市鳥港にあるホテル、大倉日光ホテルマネジメントのブランド、日光ホテルズインターナショナルの一つである。1978年5月21日、新東京国際空港開港日に、日本航空開発発の直営ホテルとして開業。第一ターミナルビルから3キロメートルほど離れた、給料地に位置する。 成田新幹線計画で着工、掘削されたトンネルの真上にあたる丘陵の頂上部分にホテルが建設された。空港利用客、乗り継ぎ客をターゲットとしていることから、空港ターミナルビルへの送迎バスが開業当時より運行されている。1993年に新幹を増築。スイートルームを含む全722室。4つのレストランバー。 大小7つの宴会場、チャペルなどの結婚式場、屋外プールがある。2006年にフロント付近に日本航空国際線の自動チェックイン機が設置された。かつてはフロント付近に友人のチェックインカウンターが長らく設置され、成田発国際線の出発手続き及び国内線も含めた日本航空便の荷物のチェックインを行えたが、2005年頃に 空港セキュリティが厳格化されたことを受け廃止されている。2008年5月にはローソンホテル日光成田店が開業し、2008年からは近隣にあった JAL ホテルズ系列のホテルが系列から離れたことを受けて空港間送迎バスの運行が直営化されている。2006年に JAL ホテルズはゴールドマンサックスの特定目的会社である有限会社コーマルホテルホールディングスへ 当ホテルの不動産と経営権を売却。ホテル日光川崎、ホテル日光千歳などとともに、ゴールドマンサックスグループのホテルマネージメントジャパンへ沈借し、アビリタスホスピタリティが運営支援を行い、大倉日光ホテルマネジメントによる運営が継続されている。なお、成田新幹線計画は実現しなかったため、建物周辺の鉄道施設は、 開業時から放置されていたが、成田空港高速鉄道の JR 成田線が1991年開業となり、単線が整備された。部屋の方角によっては、直下に成田エクスプレスなどが頻繁に見られる。これに注目した、アビリタスホスピタリティの各ホテルは2009年10月から2010年3月末まで、成田空港鉄ちゃん御用達ルーム24時間ステイ。 という宿泊プランを企画した。また、2009年には JR 成田線の隣接部に、成田スカイアクセス用の標準機の線路が付設され、新型スカイライナーなども傍観できる。他その他、ホテル前に成田サークルバスのバス停がある。ありがとうございます。